とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー、第1章。今日が最後だね。残り1時間58分です。1時間58分あれば、3周いけるね。3周行った後に、今日は生放送の予定なので、生放送と行きましょう。では、第1章、ラスト3周。頑張っていこう。それでは1周目いきましょう。うまいこと23回でも、落石で死ななかったね。あと3回だからね、第1章がもう大切にいきたい。まあ楽勝だったからね。今回は2回目がちょっと難しかったりする可能性もあるんで、ちょっと怖いところだよね。これぐらいの難易度で来るんでしょうか。2回目はめちゃくちゃ難しかったら嫌だな。出てくるボスとかにもよるんだろうけどね。今回のは意外と倒しやすいやつらだったんで、まあまあまあなんとかこんな感じですよ。じゃあどのボスが出たら嫌だろうな。なんかやっぱりワンパンできるっていうのがやっぱり良かったよね。今回はワンパンできるボスが多いっていうか、まあ、3回目はワンパンできなかったんだけども、まあ、2回目まではワンパンできて余裕でいけていい感じ。よっしゃあ、あいつうざいな。先にこうしときましょう。 OK、 あとは押し切るだけ。一発目何来てくれるんかな。じゃあ、あれザコがどっかにいるな。あー、いや終わった。はい、一発目お願いします。最後だからね、なんかポーンといいの来てください。しょぼい、しょぼすぎる、ひどいなこれ。いや、いらねえな、いらねえなあ。せめてね、流れ込む魂が入ってればまあ使ってもいいかなと思ったけども、いやー点でダメだ。監修いっぱい持ってるんでスペルバウンドにします。次2周目、2周目いきましょう。さあ残り2回今回と次でおしまいですね。最後はいいの頼むよ、本当に。これね、いいのを出して、ちょっと次へ、こう、ね、運を持ち越したいところ。いや、ちょっと意味がわかんない。意味がわかんねえな。よし、オッケーオッケー。まあ、とにかく、いいのが出てくれればいいんだ。頼むよ。防具。もう、イカか。影、もうそれ以上贅沢言わん。そのどっちかだよ、頼むからどっちか。それが出てくれればもうほんと贅沢言わん。お願いします。まあそれが出る時点で贅沢なんだけどね、ものすげえ贅沢なんだけど。あぶねえ。よし、 OK で召喚しておしまいだね。2体来る？あ、1体だけ？ OK、あれあれ、ああマジか、マジかマジか。おっしゃー、あぶねえ、ゴーレムやられちゃった。まあでもいけるけどね。オッケー、待て、しゃー、よし、これでおしまいだ。あ、止まった。固まったりするのはちょっとなしにして。最後、よし、やばいやばやばいやばい、なんか死ぬような気がしてきた。あぶねえ。よし、クリアです。お願いします。イカか影の衣、どうだ。なんだよこのしょぼいやつ、何このしょぼさ、ひどい、ひどっ。まあ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 、こんな方だったらこれでしょうよ。
ひどいな、ラスト行きます。それでは3周目ラスト行きましょう。タワー切り替えまで残り18分だね。残り18分でタワーが新しく生まれ変わります。さあ最後なんか出てよ、頼むから、なんか出てください。いや、なんかっていうかもう防具だよ、もう防具だ、防具出てくれ、頼むから。あれ、最後はもうねサクッと倒しましょう。な、な、なに、こいつ、よっしゃー、オッケーオッケー。ちょっと一回やられるかもしれないか、ゴーレムちょっとやられそう。いけるか、大丈夫ね、よし、オッケー。なんか虚無でダメージをしっかりと稼いでサクッと倒しましょう。リーフリーフ出てきた、はい、オッケー、よっしゃ、オッケー。あとは削っていくだけ、いくぞ。あー、一回召喚されるか、終わりだ。しゃあ、ラスト、第1章、これが最後です。一番最後の報酬は何だ。おお、一瞬固まった。何これ、なんだこれ。まあ黄金で浮遊攻撃はついてるけどもいらねえなあ。谷の子玉、いや、いらねえな、全部いらんわ、全部いらんな、もういいや、ハープクロスボウでいいや。はい、ということで、タワー第1章第1回目がね終わりました。うん、残り15分で新しく生まれ変わりますね。とりあえず最後に出たやつこんな感じです。スペルバウンドクロスボウ、チルゲイルナイフ、輝くハープクロスボウ、全部ダメでした。うん、まあお供え物にでもします。はい、ということで、今から生放送やって頑張ってきます。まあ、できればね一発で第2章もクリアしていきたいところですね。頑張ってきます。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。